えお疲れ様です。それでは、第25週目をテクニカル的にちょっと解釈していこうと思います。25週目はですね、まあ上昇継続ではあるんですよ。160円の方向に向かうんだろうなと思うんですけども、ただその中でも、この25週目は横ばいの傾向が強いんじゃないかなと思いますね。まあというところですごく大枠になるんですけども、25週目、こちらの方はね、このようにちょっとね、補助線を引いておこうかと思います。 こんな感じですねこの間で多分横ばいもしくは上昇傾向になっていくんじゃないかなかと思いますんで上に抜けるとしてもこのひげ先ぐらいまでで抑えられていくんじゃないですかでおおむねはこのボラティリティがもうだいぶちっちゃくなりましたんでね、うん この辺りは大きいでしょうまだこの辺り大きいんですけども徐々にちっちゃくなって今小さい3連発が起きてますからこっからいきなり大きく跳ねるってことはないのかなと思いますからおそらくねこの小さなローソク足のまんまうんまあ一つ積み重なるっていうのが25周目ではなかろうかと思うんですよねまあそういった意味で、うん、目立った動きはちょっと見えないかなというところがあります ま、あの、テクニカル的に見たらそうなんですけども、材料がね、ちょっと大きいのがトントンと入りますんで、そのあたり、ちょっと加味していかないといけないかなと。例えば金曜日とかね、大きく動きそうな材料入ってますからね。まあ、それはあの、材料の方で、またあの、検証していただければと思います。では、次は、冷足の方を見ていきましょう。冷足の方ですけども、 まあ、この1つずつのローソク足がちっちゃいですね、比較的。この辺りはちょっと大きめではあると思います。大きめで上下によく動いてる。これは小さめで上下にあんまり動いてないというところで、やっぱり移動平均線は上昇の傾向を書いてるんですけども、ローソク足はね、実体を見るとちっちゃく収まっているかなと。上に下に大きく振れることがあっても、結局実体はちっちゃいというのが特徴ですので、これが25週目も。 まあとはもう材料次第ってことになりますね。テクニカル的にはそんなに大きく動くような形にはなってないかなっいうところです。じゃあ4時間はどうですかね。4時間はテクニカル的に大きく動いていく場面っていうのが結構ありましたね。で上に行けば下に引き戻されて下に行けば上に引き戻されてってことでガタガタと 結構この範囲で収まってるところがあるかなと思います。まあ、それでも158円に一回タッチしましたからね。うん。どちらかというと、上の方に伸びている傾向は、この4時間全体を見ても見て取れることだと思います。まあ、チャンネルラインを引くとすればね、こういうふうにまとまっていくんじゃないですか。だから緩やかに上昇していくけども、まあ、横ばい、 しつつ、ちょっと上目線って感じですかね。ものすごく曖昧な、あの、はっきりとしないような形になりますけども、おおむね横ばいって感じですよね、やっぱりね。はい、それでは最後1時間です。1時間は17日のトレードに関わってきますけども、大きくボラティリティがあった後に、すごくちっちゃく収まってます。で、月曜日っていうのは、あの、特に大きな材料から始まるわけではないんでね。 うん、あの日銀の様子ってのが出ますけども、そのあたりぐらいかなあの、ファンダメンタルがかかってくるのは、テクニカル的にはもう本当に横ばいに入ってしまったんで、えー、ファンダメンタルの影響は大いに受けますけども、その後の揺り戻しが起きそうかなっていうところぐらいしかわかんないですね。えー、あの、あんまりはっきりとしたテクニカル的な解釈ができないんで、ちょっと恐縮なんですけども、これはやっぱり、 1> 1日ごととににに対処していくってことになります。まあ、もうちょっと言うと、1日ごとというよりも、月、火というグループと水木というグループ、それから金曜日単体で見るって感じですか。で、まずは月、火というグループで始まりますので、月曜日のテクニカルの動きをしっかりと見て、火曜日に対処する。もしくは早くてもですね、月曜日の午後から仕掛けるみたいな形になりますので、えー、まあ、ちょっとこう、 見通しははっきりと立たないかなっていうところですね。はい。じゃあ、この辺にコメントはさせていただきます。ちょっと25週目は1週間を見通すのは難しい1週間かなと思いますね。